ホットメルト接着剤とは、熱をかけて溶かして接着させる、接着剤。ホットボンドとも呼ばれる。材質としては、エチレン作酸ビニルのような熱化素性プラスチックが用いられる。効果が早く、溶剤を使っていない。しかし、加熱中は体ず気化し続けるので、換気しなければ呼吸器系などに影響する恐れがある。段ボールの接着や、 書籍の背拍子、電子部品の固定など工業用に多用されている。熱で溶かし冷やして固めるため温度が高くなる場所には不向きであり、発泡スチロール等熱で溶解するものには使うことができない。また、ツルツルした面に使用すると十分な接着力が得られないことがある。ホットメールと接着剤はスティック状のもの、ペレット状、シート状がある。 グルーガンとホットメルト接着剤スティック状のものを使用するためのツールをグルーガンあるいはホットガンといい直径 11mm のものと 7mm がある接着剤そのものは常温では固体であるグルーガンはホットメルト接着剤を熱するためのヒーターが仕込まれている熱源は AC 電源、DC 電源、電池、ガス、オイルなどが存在するさらに 接着剤をヒーターで接触加熱するタイプと熱風を放出するタイプに分けられる。ガンの中に蓄熱してコンセントを抜いたまましばらく使用できる製品もある。グルーガン以外にもハンダゴテやライターでも誘拐できる。また簡易的な板金にも使用されることがある。ペレット状としては多量に使う場合にまとめて誘拐し、アプリケータで突出口まで送られる。 ビードと質以外に圧縮空気によりスプレーされることもある。シート状の例としては、ズボンの裾上げテープがあり、この場合はアイロンで加熱される。今堀誠、ホットメルト系接着剤、日本接着学会始第42巻第11号、2006年、471から480ページ、土井、10.11618, アドジアン 42.、42.471、 二千2187から4816ありがとうございます。